皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。さて今回はですね、信長の野望創造戦国武士伝の続きをプレイしていきたいと思っています。でここまでのですね、あらすじというか、進行状況についてざっとおさらいしておきたいと思います。まずですね、上杉に対しては能登を攻略、さらに現在は越後にまで進行中というのが対上杉に対してになります。でその上杉に対して進行作戦を展開中に、家康、徳川ですね、徳川が織田領に対して進行してきました。積年のこの何て言うんですかね、争いの種になっていた、ここですね、木曽福島城、ここに対して徳川勢が進行作戦を展開してきましたので、これを撃退、さらにはこの三河をね分取るということで、今岡崎城まで徳川追い詰めているというような状況ですね。でさらに北条に対してはですね、ご覧のように現在姫君を送り込んで、北条とは婚姻同盟の関係にあるということなので、北条とはねこのまましばらくこの状態をキープしたいなと思ってます。で一方西の方はというと、相変わらず長宗我部、さらには毛利、この辺りと睨み合いが続いているという状況になります。で今回の目下の目標はですね、まず上杉の残りの城ですね、まだいくつかというかいくつもですね、数でいうと 1,2,3,4,5,6,7 個城残してます。この7つの城すべて取り行きたいなと思ってます。であとは徳川勢に対してもですね、さらに進行を強めて、上杉徳川を滅ぼした後はですね、西に転進して、いよいよ毛利長宗我部と雌雄を決するというようなことをやっていきたいなと思ってます。であともうこの辺りですね、北の方は安藤家、あとは八戸家、この辺りに関しては従属をもうすでにさせました。でさらに外交状況をもう一度見ておくとですね、長宗我部に対しては今少しずつね信用を高めています。とはいえまだ信用36、毛利とは完全に断絶状態で信用は0です。もちろん徳川とも断絶状態ですので、もしね組む相手とすれば、今姫を送り込んで婚姻関係にある補助権になりますね。あとは伊達とかね、最上、田村、この辺りとは必要に応じて戦い、あるいは心中させるっていうのを選択しながら、プレイの方できればいいかなと思っています。では早速ですね、続きの方をプレイしていきましょう。まずは、まずは上杉ですね。上杉を倒しに行きましょう。で一部の兵はさっき言ったようにですね、徳川の方に攻略を、部隊を差し向けるっていうところは変わらずですね。ご命令くだされ、報告いたしますぞ。先月の収支です。で取った城のところですね、ここは事業として与えていきましょう。まずは信住、本来信住はね、ご存知の方も多いと思うんですけど、明智光秀の娘か何かを確か正室に迎えて、本能寺の変の後に信勝か信孝だったかに、信孝だったかなにね、謀反を疑われて殺されてしまいましたけどね、このシナリオの中では健在というところで頑張ってくれてます。で、岡崎城を含む徳川勢を蹴散らした三河、ここは信兼に与えます。で外交交渉でいうと、北条家に対してはこのままですね。で伊達に関しては信用が100あるので、どうだろう、ここは伊達に関しても婚姻をしておきますか。姫を送りましょう。一番年をいっている姫を、でもな、二田になんか姫がいるんだったら欲しいけど、男だばっかりだな。ここも本当はね、女子が欲しいんですけどね、女子がいないであればしょうがないので、姫を送りましょう。アンちゃんを送っていきましょう。アンちゃんを、そうだな、政宗に
嫁がせましょうか。で、他で言うと、最上義満に関しても同盟を結んじゃいましょう。で、南部家に対しては婚姻はできないか。ここもできないね。今従属させてる感じだからできないですね。まあ、この辺りはじゃあこのままにしましょう。まあ、この辺りも全部、三好もね、庭家も全て、すごいな。三好正友、この顔にしてるマスクが赤くて、なんかなかなか仰々しい感じですね。まあ、こんなところかな。ではあとは配属関係ですね。ここはそうか、3つあるけどどっちに与えるかだな。ここに新しい軍団を作っちゃうっていうのもいいかもしれないですけどね。今あの配下の武将で言うと、そうだな、新たにこのね軍団を一つ作ってもいいかなって気もするけど、ここは新設するんだったらまずは稚魚を与えていきましょう。場所的にはどうなんでしょう。信積に与えるよりも信兼に与えてしまって、対徳川で活躍してもらった方がいいかな。でこれ以上大きくなるようであれば、少しずつね新しいその一門衆以外の、まあ、例えば秀吉だったり優秀な武将たちを最前線に送り込むっていうこともちょっとね検討していきたいなと思います。ではでは徳川と上杉と合戦をしていきましょう。まあ、ある程度ね大部隊を送っていって、もう一気にね型をつけちゃうぐらいの方がいいんじゃないかなと思いますんで。とはいえ家康に対してもある程度の抑えは欲しい。今回は約3万この軍勢で一気に上杉領奥深くまで進行していきましょう。出陣するぞ。ある程度同時に攻めた方が、ある意味この敵の攻撃対象というか防御対象、これが分散するのでいいかなとは思います。かなりの大部隊を派遣していきますので、まあまずはこんなところですかね。ちょっと今押せなかったかな。やっぱり一番怖いのが兵糧切れなんですよね。兵糧が切れてしまうとどうしても部隊が離散していってしまうので、それは避けたいんですよね。さあ最上家からですが、名役受け入れ、伊達も名役受け入れですね。もうこの先はね、あの心中あるいは同盟結べる状態であれば、表情を始めましょう。報告いたします。で大名直轄からお金がないのか信孝は。じゃあお金をあげましょう。先月の収支です。報告いたします。特にね今上杉に対してかなりいい感じで進行してるので、この勢いのままにもう上杉はねひねり潰したいなというところですよね。出陣する。その登場を目指し8500。敵が我が領内に向かっております。8500はどっから出てきてるんだ。これは長宗我部だな。長宗我部が軍勢を出してくるんですね。であればまあ洲本城がねやっぱりこの本土に上陸されないためにはどうしても守っておきたい拠点ではありますからね。援軍を出してもらいましょう。従属させてるところからはもちろん出してもらいます。三好、池田常ちゃんからも出してもらいましょうか。常ちゃんかなり武将数
本を兵数囲ってますから、まあ、こんなところで十分8000の軍勢だったら食い止められるでしょう。これで食い止めつつ、目下の目標は徳川、そして上杉勢ですね。ここは貴様らの地獄よ。春日山にも人が入りきったので、春日山からも影が登場に向けて出陣させましょう。敵を追い詰めます。逃げられはせぬ。城に取り付く前にご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。野戦でね、時間がかかってしまうとそれだけで結構実は兵糧を食い潰してしまったりするので、そのあたりはね、十分に注意をしながらっていう形になるかなと思います。では駐留させていた部隊も含めて徳川領に向けていよいよ本格的な進攻作戦を展開していきましょう。まずは浜松とか取っておきたいので、浜松まで進攻したいところですよね。でその上では戦へ参る。出陣する大部隊を派遣しておきましょう。総勢が37000、この部隊があれば浜松の手前出陣するぞ。吉田城は落とせるでしょう。吉田城を落としたらいよいよ浜松を取りに行きます。出陣するぞ。出陣します。我が策、戦場を制す。かかれ敵将、捕らえたり。福知山を取ったら次はどこを攻めるかですか。一旦左近を引っ込めつつ室津あたりに兵を出しますか。この左近をそのまま室津まで派遣していきましょう。あの福知山に関しては一旦浮田に取られてた城ですね、これを今取り返したというところです。あたりも大規模な合戦になってますね。本田正信はもう数は多くないね。ここは一気に城攻めで城を取りに行きましょう。進め、行きます。かかれ。お、信澄自らが出てきていて、かつ信忠も出陣してるんだ。これで終わらせよう。始める。敵城門突破しました。敵城門突破しました。ここは引きます。引け。我が領内に敵が迫っております。かかれ。退却せよ。かかれ。我らの攻め耐えてみせよ。敵城門突破しました。始める。敵城門突破しました。ここが企業のよう。これで決まりだ。先生どうも勝負しなさい。我らの一度とくとご覧あれ。我が道を阻むな。容赦はせぬぞ。格であった。これで決まりです。敵城門突破しました。これで決まりです。承知いたしました。このところをちょっと後で回転で首をつけ
て、それとは別に今エネクを返して、板倉勝重が取っちゃいましょう。上原城を取ればだいぶ進行ルートが増えますね。敵を攻略する上で、敵側に対しては順調に攻勢中です、ね、進め。始めろ、参るぞ。行くぞ。合戦でしましょうか。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。しょっぱい作りになってますね。溶ける溶ける。これは金継ぐも含めてここで全部撃破できそうだな。ここで金継ぐは挟み撃ちにできたのはでかいですね。我が軍略お見せしよう。黒田武士、森太平は何年か前にあのでやってた時にもこみちが演じてましたよね。森太平確か。ここでもかなり軍勢を消耗したな。さすがは金継ぐっていうところかな。ここは出陣するぞ。だいぶ消耗しましたけど、ここで北条城を取ったのは大きいな。上杉掛勝の居城も攻めてますね。で、そうなると残りの城の数もだいぶ限られてはきましたね。このまま上杉家を滅亡まで今回追い込めればだいぶ楽になるな、戦いが。で、さらにはですね、徳川も追い込んでいきましょう。もうここまで来るとね、兵力差がだいぶ出てきましたからね。豊島様も出陣させていきましょう。あなた方はもう終わりですね。敵将撃ち取りました。そしたらかしこまりました。承知いたしました。戻るぞ。城へ戻る。お任せください。承知いたしました。城を新たに建てた。ここはもうちょっと今から修行で与えてしまいましょう。もう一つですね、徳川から分取った城を与えていっちゃいましょう。ここはすることを最優先に考えます。いや、そうです。出陣するぞ。これを敵将捕獲しました。さて、ターンを切ります。
くぞ。承知いたしました。で、シーエが撤退していくのでこれを追撃しましょう。これを追撃しない手はないです。この戦、我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。兵を繰り出していきましょう。どうなったら、今は徳川に対してはもちろん攻め込め。戦場へ参る。敵将捕らえたり。さらに3万の兵を追加、派兵していきます。承知いたしました。先手は承知しました。高東城に攻撃隊を引きましょうか。かしこまりました。吉田城の攻撃隊に承知いたしました。お任せください。石川五右衛門とかが頑張ってくれるんで、ここはその承知、まあ、応援するだけかっていう話なんですけど。かしこまりました。かしこまりました。やっぱり影勝の攻撃に関しては結構粘りますね。ここずっと囲んだまま騎乗する。剣がない。飯山城、ここは合戦に行くぞ。かかれ引くぞ。かかれ引き際わきまえねばな。かかれ、これで決める。我らが攻めに耐えられるか。これが我が魂、我が覚悟。あなた方はもう終わりですね。敵将捕縛したぞ。城へ戻る。ね、徳川とは基礎福島城兵って何度も何度もいざこざがありましたからね。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。で、利家が来る前に城は落としにかかりましょう。もう数は知れてますからね。対して上り詰めて天使を落とす。影勝をね、捕らえることができたらいいんですけどね。さあ、そしたら利家を追撃しましょう。今利家5100がここにいますので、これがきっとね騎乗する、入るんじゃないか。戻るぞ。なのでこれを追撃していきましょう。敵将捕らえたり。
修行として与えていきましょう。今回は4つの修行ですね。で、これを与えていきましょう。かしこまりました。まあ、に関して言うと、さっさとやってしまいたいので、やっていっちゃいます。で、落ち着いたタイミングで、一度ね、分断と、かしこまりました。していこうかな。まずは、城へ戻る。出るぞ。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。出陣させていた官兵たちを一旦返しましょう。私にお任せあれ。で、都市を野戦で、これで決まりです。5戦の敵将、だいぶ楽な捕獲した。家康の居城までもう一歩二歩ってところまで迫ってるな。だいぶ頑張ってくれてるね。すれば家康も包囲します。お味方が捕獲されました。敵が我が領内に向かっております。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。あと5カ国を広げれば総司令が出せる。かしこまりました。はっ、我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。地上に1万3000は結構な数だな。そしたら姫路城の御所からまずは官兵を出しておきましょう。官兵を出しておけば、まあ安心といえば安心だからな。で、関係城からも出しましょう。加勢いたしますぞ。その武勇天下に示す。包囲します。承知いたしました。ちょっとね、我に打てぬ敵なし。止まれ。表情を始めましょう。報告いたします。承知いたしました。この辺りに3万近い軍勢が、お任せください。から来てるね。こういう感じに承知いたしました。上杉徳川に関して料理を進めていると、毛利がじわじわっと動き出してますね。一刻も早く蹴りをつけて、お任せください。
としたので、まだ粘ってますね。上杉はあと3つ、金継ぐともう一人ですね、重家。徳川方はというと、ここはもう落ちるの時間の問題だけど、しょうがないのか。出るとするか。これが我が魂、我が覚悟。追加で破片して蹴りをつけましょう。切れてますからね。良かったんですかね。北条ときっちりと同盟を結べていたというのが大きいのかもしれない。まだ家康に強力な場所を持っているのはまだね、完全に見せる状況ではないですが、まあ、もう我が方の城包囲されました。表情を始めましょう。報告いたします。回転開いてやめるとか、敵将、捕獲しました。我が王の城、包囲されました。犬死にするな、生きるのだ敵将。捕らえたり、城へ戻る、騎乗する。逃がしゃしないぜ。始めましょう。報告いたします。報告いたします。そしたらもう不要な部隊たちは一旦お任せを行きましょう。まあ確実にお任せください。数だけ残して、残りは撤退をさせていきましょう。お任せください。はっ。ここまで来るとね、ここは石川問題。行くぞ。されました。
戻るぞ。城へ戻る。戻ります。騎乗します。見くびられては困りますね。城が取り囲まれました。これが戦の作法よ。さらに6戦。敵将、捕獲した。あんまり良くない状況になってるかな。西の方が、でも世話しなくなってきた。騎乗する。戻る。戻れ。ちょっと西の方に。承知しました。戻れ。騎乗するぞ。騎乗しましょう。騎乗する。騎乗する。武田城を制覇してるけど、まあ払えなくはないかも。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。よし、ここで上杉は滅ぼしました。我が領内に敵が迫っております。逃げるなら今のうちだぞ。いや、ここまで敵将捕らえたり、よく行くと思わなかったですね。そして何よりの収穫、やっぱりこの徳川ですよね。今回ここまで徳川を攻めることになってしまった。城が取り囲まれました。騎乗する。城へ戻る。戻るぞ。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。苦戦してますね。さてはちょっと時間が長くなってきましたけども、なんとか徳川まで滅ぼすところまでちょっと今回のお届けしちゃいたいなと思うので、ちょっとねお付き合いをお願いします。よし、長篠も取った。となるとあとは外交ですね。
しこまりました。家康に関してはもうここまで来たらきっとかしこまりました。滅ぼしちゃった方がいいでしょうか。許さないっていう意味では。ご命令くだされ報告いたします。お任せください。ご命令くだされ報告いたします。先月の収支です。これで天下は決まりましたかね。ちょっとね、最初はどうなることかと思ってだいぶ苦戦した今回のシナリオですが、ほぼほぼ天下の達成は決まったかなって感じかな。まだただここちょっと粘ってんだ。状況が悪いね。表情を始めます。報告いたしますぞ。城に取り付け。敵が我が領内に向かっております。遊びは終わりだ。敵将捕らえたり。騎乗するぞ。城へ戻る。戻れ。家康が最後結構粘りますね。ここはじゃあもう開戦していきましょうか。お、ここで駿府城をついに落としましたね。駿府館を落として徳川家を滅亡に追い込みました。いやー長かったな。かなりね時間がかかりましたが、今回なんと上杉とそして徳川まで潰すことができたんでね、かなり大きかったですね。もう本当にねクリアまであとちょっとっていうところまで今回こぎつけることができましたので、次回ねこの続きしっかりプレイしていきたいと思います。